モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語冬のおすすめセットプレゼント。まあもともと牛乳が美味しいところですから、まあ、牛乳が美味しいんで、その糸物語で作る飲むヨーグルト、飲むヨーグルト甘を食べるヨーグルトプレーン、最高です。美味しいです。これに加えてミルクジャムと甘王いちごソースがセットになったのが糸物語冬のおすすめセットっていうことになってますんで、うん、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。お名前は控えておきましょうか。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。我が家は飲食店を経営しています、うん、新型コロナウイルスの中大変なダメージを受けましたが、常連さんに支えられてなんとか今日も元気に営業しています。施されたら施し返せ、恩返しだの精神で、天休日に主人と2人で他の飲食店に行ってます。もちろんマスクの着用、消毒液と殺菌シート、予備のマスク、マイ体温計で入店前の検温、短時間でささっと恩返し、支払いをしている主人を置いて次の店に行くとき、ちょっとした段差を踏み外して足首をゴキ、いたた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 、立つに立てない状態になってしまって、あらら、主人は呆れて翌日病院に行ったらくるぶしの剥離骨折、痛い足を引きずって職場へ、足はパンパンに腫れ上がって痛さで立っているのがやっと、ちょうど明太卵焼きを焼いている時、バイトの子が大丈夫ですかと聞いてきたんで、鬼滅の刃にハマっている私は全集中の呼吸でやってるよとカッコつけて言ってみたら、え何の呼吸ですか通じなかったとっさに全集中酔いちくれの呼吸1の方段差踏み外し、おかみさん、よって段差踏み外して剥離骨折したんですか、それって自爆の呼吸の間違いじゃないですか確かに2人で大笑い、痛み止めが効きにくい私は思い出しては笑ってます。しかし敬語で冷静に自爆ってなんか引っかかる、笑い飛ばしてほしい、お願い笑い飛ばして、というね、全集中の呼吸でやってるよ、え？この引き返されるっていうね、一番こう恥ずかしいですね。そうですね。これはね、嫌なんですよね。はいはい、さあそれからね、これもいきましょうか。女性の方からいただきました。30代、中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。両親の話、母が5年前に肺がんのステージ3と診断され、抗がん剤治療しながら入退院を繰り返しています。何度か変えてきた抗がん剤を今回また別の抗がん剤にするとのことで、先週から入院したんですが、入院する前の日に父とがん封じに御利益があると言われている神社にお参りに行ったそうなんです。その神社には寝牛といって、自分の体の悪いところと同じところを撫でると病気が治まるという言い伝えがある牛の石像があり、母は牛さんの肺あたりを撫でながら次の抗がん剤が合いますようにと祈願したそうです。まあね、合う合わないとか聞くもんね、うん、そして横にいた父に、この父も数年前から物忘れがひどくって、言われたことを理解するのに若干時間がかかったりっていうこともたまにあるんで、母は牛の肺を撫でながら、ほらお父さんも頭ば撫でとかんねって言ったら、父が
多いのやと自分の頭を撫で出したそう自分の頭を撫でてどげんすと、と母爆笑。爆笑したことで免疫が上がったんじゃないかなと思います。二人にはいつまでもいつまでも元気で長生きしてほしいものです。ね、そりゃそうだよな。そうですね、うん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 。ね、今回の治療がね、なんとかまた無事にね、はい、終わることをお祈り申し上げます、はい、さあそれからね、これもいきましょうか。女性の方からいただきました。みおこさんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも笑いながら聞いてます。ありがとうございます。うちの息子の話。来年小学1年生になる息子、もうすぐ就学時健康診断があるということで、うん、初めて子供の就学時健康診断、一体何をするんだろうと調べてみると、うんうん、内科検診や聴力検査、視力検査、耳の中まで隅々に見られるってことで、やばい、耳垢しばらく取ってないよね、ちょっと見してんとゴロンとしてみると、右耳、うん、まあちょっと耳垢があるぐらいかな。で反対側はどれどれ、めっちゃでかいやつあるやん、ちょっと動かんでよと右かきで、耳かきでカリカリ、取れそうで取れない、もう少しで取れそうなんだけど奥に奥に入ってしまった様子。うわー、なんかどんどん奥には行ってしまったと私が言うと、息子がおもむろに立ち上がって急いで反対の耳を出してきました。どうしたんと聞くと、こっちから出てくるやろ、はよ取ってかわいいこんなのきっと今だけ、分かってます、6歳なのに未だにおっぱい触ってくるかわいい息子。やがて反抗期に、うるせえババアと言われた日には、ママのおっぱいめっちゃ触りよったくせにと必殺技をお見舞いしようということを大事に大事に温めておこうと決めた日でしたそうですかね、なんかそういうのっていうのはね、うん、はいはい、もうちょっとの間っていう風にね、諸先輩方から聞きますから、ね、かけがえのない時間です。そうですね、なかなかそれがね、はい、最中はわからないということでね、はい。